もっとこう新潟の選手も、ね、距離を今の時間に縮めたいですよね、はい、10番の本場翔です。大外は28番の自ら放っていった、10番の本場翔、素晴らしいミドルシュート、後半の26分、今シーズン2点目を見せました本場翔です。ここでね、本来パスしようかなと思ってたと思うんですけども、はい、自分から行きました ね。でこのおそらく狙ったというよりはとにかく思いっきり蹴り込んだというところだと思うんですけど、こう一瞬の隙を見逃さなかったですし、シュートコースもね素晴らしいところ飛んできましたよね、はい、っていうのとやっぱり彼はウィンガータイプでタッチライン際を崩すっていうのが特徴な選手ですけど、中でまたどれだけプレーできるかっていうのは彼自身の課題でもあると思うんですけどもね。